お疲れ様です、たくまるです。さあ今回はですね、今週セブンイレブンから発売されました不二家ルギュットミルキーアイスを食べていきたいと思います。こちらですね、公式のねホームページとかがなかったので、もう早速開封して食べていきたいと思います。はい、こちらですね、真っ白ですね。もうアイスっていうのはわかるんですけども、アイスでもなんかバニラ味とかやったらちょっと黄色みがかったオレンジっぽいね感じになると思うんですけれども、もう真っ白真っ白です。中身はこんな感じですね。なんか濃厚そうで結構溶けてるんで、では早速一口目いただきたいと思います。いただきます。おおおお、濃厚滑らか、濃厚濃厚、滑らか滑らかやわ。舌の上でトロロロって消えていく感じの濃厚さ、これは溶けてるとかじゃなくて普通に味、こういう味なんよね。滑らかで濃厚な味になってます。溶けてるからとかじゃなくて多分ね。で、練乳やね。あの、ミルキーのキャンディーの味とはまたちょっと違った。なんやろ。練乳感あるんやけども、もう最初は美味しい牛乳、ミルク味のアイスっていう感じするんやけど、途中から後味で濃厚な練乳の味がする。そんな感じ。うん。ほんまにね、ミルキーっていう言葉がほんまに合う。ミルキーってなんやろって思ったら、これ食べたらわかるっていうぐらい甘さも甘すぎず、で濃厚かつ滑らかで、いくらでも食べたくなるようなアイスですね。普通にめちゃくちゃうまいんやけど、こんなにうまいとは思わなかった。もっと甘ったるい感じかなと思ったんですけど、こんなにバクバク食べたくなるような感じやとは思いませんでした。そのアメちゃんのねイメージとは全然違います。下の方にねちょっと練乳感強めのアイスありますね。はい、というわけでね、今回はセブンイレブン限定で発売されているギュギュッとミルキーアイスを食べてきたんですけども、もうねうまい。めちゃくちゃね滑らかやし濃厚やし、スッとね舌の上でアイスがとろける感じがね感じられました。で、後味はですね、もうほんまに練乳感強めです。特に舌の底の方ですね、底の方のアイスは練乳の味が強く感じることができて、でもただ甘すぎない、いいバランス取れてるアイスだと思います。お値段がですね、税込みで多分210何ぼかなっていう感じなんで、まあ、ちょっとね高いですけれど もうバクバク食べたくなるような絶対後悔しないアイスなんで、セブンに寄った際は食べてみてはいかがでしょうか。これからもね、こういう新商品食べていくので、よければチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。